同じ普通のスリッパを履いて2人で棒引きをします。負けた方の人が他の人をおんぶした状態で再び棒引きをします。スリッパの裏一面に超強力両面テープを貼り、はみ出した部分を切ります。両面テープに滑り止めマットを貼ります。はみ出ている部分をハサミで切り落とします。滑り止めマット付きのスリッパを一足作ります。最初の棒引きで負けた人は滑り止めマット付きスリッパに履き替えます。再び棒引きをします。